よし、皆さん、ザ・グッズ・ザ・ナイトです。今日のレビューは、このハイスピードギア HSG の、レグリグパネル。レグリグパネル。これとは、この足に使えるのパネルと、モリとは、ロックとダブルスペースの3つ。それで、マガジンは一番使いやすいの方で、でもこの方で 40mm グレネードシェルに使います。これのでこのクリップはこのベルト入れるの他のクリップのやつ、これは何でもかんでものサイズに簡単に入れるから、それから入れて足のクリップしてもう大丈夫です。まあこの方がクリス・コースター同じ使えるのでね、その目的買ったのじゃない。オリジナルの数は X コムの足のマガジンリグはなんとかかっこいいと思ったけど、まあ、やっぱりこれは炎のレンジとかこれだけ使えるの時は超軽いと使いやすい、スピードシューティングとかそのいろいろはいいんですけど、サバゲーとか本物の戦争でもあまり使えないの方がいいと思います。これは5000円ぐらいのやつですけど、確かに上等と、これは動けるのはこのマジックテープは柔らかいの場は近くの方と、このクリップのは一番奥の方でマジックテープを使ってる。でも必要なら違うのでも使ってもいいです。このシータのは小さいの穴でこの足のクリップの方があります。むしろはこのネットは汗出るやすいのためと、このパーリングは足は中の入れてのものは守るから、さあマガジンとか手榴弾とちょっとバンズれば足は痛くないのためです。もうそれがあるので、まあちょっと使ってみようですね。これはクリップに入れて最初第1と第2番はこの辺によります。 OK と、それから最後にはこのベルトのクリップ、まあ、今の使ってるのは暗いプリセージの暗いのズボンですから、これは中にはマガジンパッチがあるとマガジンだけの使えるの目的になれば、これは3つになるけどそんなにあまり必要ないから、そう1つだけの方がいい。それがダブルスタッカーのマガジンパッチで6個ぐらいできる。それは3キロぐらいになるとちょっと動きづらいですね。まあ何でもかんでも足専用のやつとは一番上の方が一番いいですね。ちょっと下になればと動きづらいになると、一番気になるはちょっと上の方がいい。これはピストルのハンドガンのマガジンに入れたらいいんですけど、今使ったら動くの時にこれは邪魔になります。それでこの方は何もないの方がいい、も別のダンプパウチと他の入れようのものはまだ大丈夫です。まあこれがまあ、もしサバゲーに使ったらこの手榴弾の方がいいですから、いつも、まあ、手榴弾じゃなくてグレネードシェル、その手榴弾は4つを持つの方が一番いいですけど、それを使えると、でももしかして楽しいのためなれば、この S スタンダーの手榴弾ランチャーを使いたいなれば、これは一番いいと思います。これはまあ上等の敵倒す安いのものじゃないけど、一発は120弾ですから、確かに敵の方が持ってるはちょっと気になると、その目的だけがありますと、それはちょっとみんな気になるのためにこれを使ったら使いやすいですけど、じゃあここには邪魔しないと、この膝に使ったら問題ないけど、逆にはプレートキャリアとハンドガンマグジンにちょっと邪魔になります。それ持ってないなれば足場のだけはいいけど、それならこれだけ少ないになるんですけど、じゃあこれなので使いたいなればこれを開けてすぐロードできるでしょう。それからバーンするとダウンとスイッチ、もう一つバーンと最後には入れてと、もう一回はバーンとできるともうないから、それで安全な場所とカバンが持ったら
もう邪魔するといらないの時はすぐボタンを押して、この2つのボタンを押して落ちるともう動きやすいになります。まあ確かに悪くないのやつと必ずちょっとけど、スピードシューティング以上に炎の戦術があまり必要ないと思います。まあ、確かにちょっとですけど、このバンドにはその特別のラバーの動きづらいのやつがあるので、ちゃんとスライドをしないのためです。とどっちでもの足をつけてもいいとか、マガジンパウチは一番いいかもしれない。まあ他のギアよりこれだけを使うなればこれがいいんですけど、僕はそのことあまり必要ないので、これはもしかしてグレードシェルが必要ならもしかして使えるけど、使いづらいのでもしかして使えないかもしれない。まあスピードシューティングとかレグパネルだけ使えるなれば一番に、その以外はあまり使えないかもしれない。まあそのレビューはそのままで以上ですね。まあ何か質問と考えることがありますからあるなれば、ヘビドゥルテ、このコメントに質問してと答えは頑張りましょう。最後にはこのタグにはアメリカに作ったのやつので、それはまあ僕はアメリカからなので一番好きけど、まあ確かに悪くない HSG 本物のギアから、まあ確かにレイクパネルぐらいこれは一番上等と思います。まあこのレビューはここまでのでもう以上ですね。じゃあ皆さんお疲れ様です。また今度ね。